大丈夫さあ、半分で動かね次や、半分で動かこの動物に足りんだよね今日は乗ることが足りんだよね素晴らしいピッチングだと思います。どういった感じでしょうか。そうですね、サミがいいしてくれてでベンチで健介さんがアドバイスくれたのでそれでいいピッチングできたかなと思います。今お名前思っているでしょうね。そうですね、福岡今日最後で分かってましたし何とか勝ちたいと思っていたのですごい良かったです。そしてこの勝負で16勝目タイトルへ大きく一歩近づきましたね。そうですね、試合まだ残っているので頑張ります。それでは最後に改めてこの試合の意気込みをお願いします。最後まで諦めず戦って応援よろしくお願いします。今日の